あはえいかは俺に輝く。皆さんどうも、ピーマンです。今回は10年目10月20日から始めていきたいと思います。前回の実況で秋の地区大会も終わりました。残念ながら余裕で負けました。笑顔で負けました。ボコボコでーす。ありがとうございます。てなわけでこの10年目はもう秋夏どちらとも、秋夏ね終わったので、秋夏終わっちゃったので、もうやることがないですね。選手作りの方をしていきたいと思いますのでね、本当に勝てない、10年目こそはという思いでね、やってきては来たんですけど、10年目こそは俺は夏で夏を制覇する的なことも10年目の最初に言ってきたと思うんだけど、まあそれは聞かなかったことにしてくれ。ないよ、そんな事実はない。とにかく今作らなければならないのは強いピッチャーだ。とにかくバッター陣はね、もうとにかく打ってくれる、ありがとう。甲子園でも十分に打ってくれてる選手はいた。信頼度があればもう最低限打ってくれますからね。問題は投手だよ。抑える気のない、やる気のないクソみたいなやつね。ああいうやつは死ねばいいんですよ。いきなり口悪いけどね。ああいうやつはね、もう部活に来なくていい。呼んでもないのを来る必要性っていうのはないから、監督直々来るなって言ってんの来るんだからね。さて、ドラフトだ。うちから選手が。何人来るでしょうかね。ドラフト会議。2024年度。カモン。ざわざわ。第1回。誰もいないね。ありがとう。一応強豪高校まで上り詰めたんだけどね。第2回。おー、柳田が行きましたね。うちのキャプテンですよ、3年生。おー、服部も行きましたよ。おー、新田も行きましたよ。たくさん行ってるね。第4回。おー、誰だ？騎士。おめでとう。ヤクルトじゃないか。あー、5回はいないの。6回は？あー、残念。6回もいない。4人か。はい、計4人の選手が、うちからプロ野球へ行きましたね。うん、23人もプロ野球選手。はあ、通算23人目。そらね、そら、まあ監督がね、そらちゃんとちゃんとしてるからね。そらね、何人も行くでしょうね。間違いないよ。でも選手たちは俺の期待には応えてくれないけどね。ちょくちょく裏切られてますけど。ちょくちょくというか、めっちゃ裏切られてるけどね。頼むからね、もう俺のね、期待というのを裏切らないでくれ。胸が苦しいんだ。もうこれ、栄冠ナイン、もう何年実況してるよ。何年というか、もう多分実況し始めて1年経つんだよね。今実況撮影日が10月の1日だから、もう経ちますよ。パワプロ発売されたのいつだっけ。10月の23日かなので、今月の23日来れば、1年ですね。1年経って今まだ優勝できてないって、どういうことだ、バカじゃねえのって思うわ情けないわ。さて、指示を出していこうか。どうしようかな。このセベダは抑えとして現在使ってますからね。まあ抑え選手も必要になるかなと思う。とにかく今欲しいのは、こいつパーム持ってんだよな。パームを鍛えていくのいいかもしれない。変化球を磨いていけ。球速はもう149あるからね。そしてこいつは先発ピッチャーのセベダか。君に求めるのは何だろうな。変化球を磨こうか。下変化だな。下変化、やっぱ下変化って重要になるからね。さて、この山田。ヤーマダ、トリプルヤーマダ。どうしようかな。お前も次期エースとなる選手だと思うんでね、スタミナアップといこうか。こんなやつが次期エースって勝つ気ねえだろっていう話ですけどね。球速もアップしてきた。ナックルピッチャーですから、ナックルピッチャーヤーマダ、お前はナックル特化型になるんだ。抑えとして使っていくからな。おお、いいじゃない、結構成長してるね。今フォークを磨いてるのか。コントロールが欲しい今日この頃だな。フォークのゲージはどれくらい今。フォーク、あとちょっとで覚えるね。ならフォークでいいや。で、その他野手陣ね、ミートアップ。お前はミートアップで OK。パワーもアップしてきてる。いいね。じゃあ、ミートアップに切り替えようか。で、おー、セブダも強いじゃない。おー、山田、これ山田。OK。ファーストね。ファーストの守備力はいらないからね。セカンド。まあ、最低限の補給はできてきたかなと思うんで、ここでパワーアップといこうか。まあ、守備力も重要ですけど、一番必要なのはやっぱこれ、打撃力ですからね。打撃が悪ければ打てない。当たり前ですよ。で、パワーがなければ飛ばないんです、球は。ミート力があってもね。パワーアップ。全然パワーアップしてないけどね。俺の言うこと聞いてる？本当に。全然君パワーアップしてないよ。さて、これサードの山田か。君ちょっと弾道が欲しいな。弾道がなさすぎるぞ。よし、まあ、現時点だとこんな感じでいいんじゃないかなと僕は思いますけどね。これで OK、これで OK。まあ、なんだかんだ言いつつ、セベダは強くなっていってるね。まあ、なんだかんだ言いつつね。
最低限の実力っていうのはついてきたと思う。十分勝てる。おー、ノルカップ。あわわ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 わ。やばいことになってるぞ。おー、セベダが周りを褒めまくってる。これがグー。ね、ものすごく性格のいいセベダなんです。素晴らしい。性格だけで今、巨人にいますからね。野球はできませんから、なかなかいないよ。野球できないのね、プロ野球選手になって、それもまた、巨人にいるっていうね、絶対入れないからね。でもそういうね、常識を打ち破るのがセベダの性格。すごすぎますよ。でも僕は、性格が良くて野球が下手な人よりも、性格悪いけど野球めっちゃ上手い人の方が良かったかな。そういう人を求めてたんですけどね、僕は。進行アイコンをめちゃくちゃにして帰りやがった。ならず者ってただのニートだろ。ふざけんじゃねえよ。言い方変えんじゃねえ。かっこつけんなっつったやな、俺。ねえ、もう来るな、臭いから。なんか臭いんだ。来なくて結構、こけこっこですよ。よろしく。11月突入ですけど、まだまだ強くしていく。OB がたくさんいるね。特殊能力マスもあるし。でも最近の特殊能力マスって俺いいことねえからな。おー、嘘だろ。クソ OB 何しとんねん。練習効率マスとかどっちでもいいんだよ。いやいやいや、何しとんねん。お前帰れ。顔面殴ったろか、メガネ叩き割ったろか。おい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 、ありえないね。あの子なんで来たんだろ。あの子呼んでもないのまた来やがったよ。もう気持ち悪い。なんで来るの。気持ち悪いよ。何合宿行う、見送るわけないでしょ。合宿見送るってどんだけ余裕ある高校なんだよ。めっちゃゆとりな野球だな。そんなん求めてないからね。常にカツカツ、飴とムチを使い分けると言いますが、俺の場合ムチしか使わないからね。もう焦りしかないんだよ今に関しては。勝てないというね。とさて、パン屋さん OB か。パンをくれ。パン食って補給がアップするのか。面白いな。じゃあずっとパン食ってよ。セベだ。パンを食うんだ。パンを食え、みんな。パンを食うんだ。面白い世界観だ。俺もパン食いまくりますわ。朝はご飯派でしたけども、朝昼晩全部パンでいく。強くなるんだもん。さて、この OB がたくさん来てくれるのはありがたいね。大事な時期だからね。おっと、でも OB が止まれるますねえな。ここはもう一気に腕立て腹筋で5マス進むか。11月やることなねえな。練習試合マスはねえか。練習試合マスを誰かください。求めています。僕は練習試合マスを求めています。お願いしますよ。 OK。 さてさてさてと、おっと、3マスで魚屋さん OB のとこ行こうかな。おい、魚、魚くれ。魚魚魚魚を食べると頭が良くなる。いや、そんなことはいいからね。野球上手くなってほしいんだよな。魚食って頭良くなるんだったらみんな食うわ。野球を上手くなりなさい。求めてないから、学力っていうのはいらないからね。学力はいりません。今この栄冠9にお願いします。さて、試験はどうだ。おお、成績の良かったセベダ。さすがだね。これなんですよ。野球はできないけど性格が良くて勉強もできる。最高すぎるね。最高すぎて最高すぎる。これがセベダです。皆さんご存知のね。OB がめちゃくちゃ来るね。なんだろうね、これ。めっちゃ、さすがにもうあまりにも勝てないからめっちゃ来るのかな。気使って来てくれてんのかな。練習効率マスね、どうしようか。うん、まあこれはちょっと消費するだけで。他のマス使おうか。うん、総合練習だ。本をくれ、本を。アベレージヒッター、パワーヒッターの本をくれ。何？積極盗塁別求めてないけどね。俺が欲しいものと全然違うものをくれるありがたさ。しゃ、これ分岐マス止まろうか。OB たくさんいるけどね。ちょっと特殊能力マスがやっぱ欲しいから。あ、12月突入ですね。ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴る。今日は楽しいクリスマス。おいえいえい。おいえいえい。おいえいえい。カモン。さて行こう。ミートアップ。とりあえずこの辺だな。フォーク。あ、フォークアップしてるね。4になってるよ。いいね、いいね。まだまだアップしていこうよ。ほんで、君山田どうする？君山田。まあでも今のところ変える必要性ないんじゃないかな、別に。ほとんどね、そんな短期間でアップするわけはないしね。あ、ちょっと待って。あ、こいつ弾道2になってるね。いいね、さっき弾道上げたやつだ。もう一回弾道上げよう。弾道3にしてくれ。弾道3、弾道2だホームラン打てる。弾道3だとホームラン打てる。よろしく。よっしゃ。分岐マス、特殊能力のあるマスに。出てくるか。出てこない。いや、これはもう真ん中行った方がいいね。どう考えても。真ん中以外、ありえないでしょう。真ん中行かない人いないでしょう。はい、行こう。スカウト評価も上げていかないとね。そして合宿の方も見えてますから、合宿で選手を強くしていかないと。またフォークの変化量、さっきからなんかいろんな選手のフォークの変化量上がりまくってんな。なんだろうね、よくわからねえや。何、
誰にしようかな。山田セベダ。いや、ここはまあこの2年のセベダでしょ。うん、まあプロに行けるとは思わないけどね。でも行ったところで何にもならないんですけどね。よろしく。うん、あー1マスがねえのか。これ1マス欲しいなー。あー、まあしゃあないね。青マスに止まりたいんだけどね、なかなか青マス止まれない。あ、マスが多いんだ。1マス2マス来てほしいんだけどね、全部3以上。何このいじめ、いじめ状態入ったね。ただでさえ勝てないんだから、もうそんないじめなくてよくね、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 もうとことんいじめてくるんだ。意味がわからないよ。さて行こう、合宿突入だ。ここで選手を強くしていく。ここで弱くなったら許さんぞ。そんなやつは求めてないんだ。よし、合宿特殊能力盛りだくさんといこうよ。さて今日の張り切り戦士は、おお、広角打法。わあわあわあわわ、これやばいことになりそう。じゃあいきなり行こう。ダンベルだ。広角打法を持つんだ。ノーボールヒッター。いや、ピッチャーの山田が、あ、なんでピッチャーの山田が上がるんだよ。バッターが上がらなくてどうする、バカがお前。少し考えろっつったよな俺。いや、ここピッチャー多めですから。タイピンチ、あ、これだな。アロマテラピー、どうだ、調子安定。いや、チャンスチャンス、カチューン、いいぞいいぞ。それはいいんだが、もっともっともっと竹もっとかも、もっと特殊能力。なんなの、とことんセベダの補給が上がるシステム。いいよ補給なんて上がらなくて。もっと上がるべきものが他にあるんじゃないかなと僕は思いますけどね。さて今日は野手ばっかか。うわー、まともな特殊能力ねえなー。セカンドに送球は求めてないし、どうする、キャッチャー。いやー、キャッチャー、これいこうか。セベダンキャッチャープラス2がつけばいい。そしてつかないっていうね。一か八かかけてみたのにありがとう。逆にありがとう。いつも通りすぎてね。ここは的当てでしょう。頼む、ピッチャー能力つけ。低め丸、いいね、素晴らしい。もっとつこうよ、もっとわがままになっていいんだよ、もっとつくべきだ。癒しのひとときはなんだ。あ、タイピンチ、あ、これいいね、チャンスプラス2つくよ。カモ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 。はい、つかない。もう、あ、なんなのこの補給だけ上がるシステム。何、チームの未来について。あ、いいことが起こるらしい。ありがとう、占い師。ありがとう、占いなんて全く信じないけど、ありがとう。よし、ここが青マスになるんだね。ヘイ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 ユー。そして、OB が来てますね。これ、アイテムくれますよ。何？ムーミングファストボールをくれた。ありがたい、最高だ。最高でハッピーで最高だ。青マスに止まりましょう。久々の青マスじゃないかな。最近止まれてなかったから。なんで久々青マス止まってレベルが下がるんだ？グランドレベル、おかしくない？ねえ。俺久々に踏んだ言うたよね。ほんでもう止まれないし、腹立つわー、とことん腹立つわー。12月全くついてない。おっと、特殊能力は発見。こらいかねば、ネバネバしないとダメかなと思いますけどね。絶対あそこで強い特殊能力をつけてみせる。山田山田山田、どの山田にしようかな。あ、じゃあこの山田でいいかな。サードの山田だね。うん、山田多すぎてもうパニクるんだよ。ここは、ちょっと1マス進んで、ほんで5マスで一気に、特殊能力マスいきますわ。いけるよね、いけるね。あ、いけないじゃん、いけない。あ、俺の計算違いだ。嘘だろ、ノノノノノ。クソみたいなミスやらかしたね。いけないじゃん。これアイコン2マス来るかな。ミスったもん。なんでこんなしょうもないミスするんだろう。泣けてくるね。ミスミス&ミスですよ。クソったれ、バカたれ。そんなのは求めてないって言ってるでしょうに。練習試合マス来ねえのかな。練習試合アイコンね、やっぱ試合しないことによっては強くならないからね。アイコン1下げるアイテムあったっけ。あってくれ、頼むから。アイコン1上げるんかい。下げちゃダメなんだよ、最小にします。あ、これいいね、これ使おう。これよしよしよし、これで OK だ。全部1になりましたね。これで一歩ずつ進んでいけば。えい、ありがたいアイテムだ。誰がくれたのか知らないけどね。占い師、うんうん、どっちも聞かない。いい、寂しそうに帰ってけ、バカ野郎。占いなんて信じねえんだよ。また練習、この、消されたら弱るからね、この特殊能力マスが。さて、今日の注目選手、山田山田セベダ。このセベダは、そんなん強くないセベダか。やっぱ投手だな。投手の特殊能力が重要になる。脱三振欲しいが、尻上がり。低め。クイック、いいやつか。いや、低めは別に取れるからね。いるの、尻上がりかな。尻上がりに良くなっていくピッチャーが欲しい、俺は。おー、ナイス、山田、素晴らしいぞ。尻上がり、意味深だけどね。このゲーム、ちょっと意味深なとこあるから、素晴らしい。取ることができました。よし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 。あー、もう1年もラストだね。あと2日で終わりだ。
早いなぁ、10年目ですよ。何の思い出もないけどね、大して。まあ、甲子園3年連続出場できたくらいじゃない？良かった点といえば、それ以外ないよ。喜びはありません。何も楽しくなかった。何も楽しくなかったことはなかったけどね。はい、2024年の公式戦は6勝 2敗となってますね。0引き分け。来年こそは甲子園でって毎年言ってるけどね。はい、10年目が終わり、2025年度やってまいりました。10年度はまだ続いてるね。3月まで続くから10年目はまだ続いてますけど、さて新たなね年を迎えたというわけで、ここからもっともっともっとうちを強くしていかないとね。さて、おお、攻めたか。フォークさん、わあ、パームいいね。パームこのままマックスいくか。行こうよ。いいぞ。8回9回を抑えてくれる、そんなピッチャーになってほしいからね。よっしゃ、君スタミナアップしてきたね。なら急速アップといこう。139では遅い、論外だ。フォークアップ、ナックルいいね。ナックルもいいじゃない、君も。でこの山田、よし、変化球はついてきたから、ここはスタミナアップだ。お前も先発中継ぎできるように頑張れ。ほんで野手の方ではどうだ。いいね、パワーもついてきた。お前もパワーアップといこう。いや待てよ、うん、いいかいいかいいか。でファースト山田、中途半端な能力だな。ファーストなのに、ファーストなのに中途半端。セカンド山田、今補給アップ、補給もついてきたが、いや補給は重要になるからね。大事なところでエラーされたらたまったもんじゃないし、うん、よしよし。あ、ミートが低い。お前ミートを上げろ。サード山田、いいね、弾道も上がってる。君にはパワーを求める。サードには長打だ。長打のないサードはいらん、帰れ。そんなのはいらないんですよ。村田みたいになるんじゃないよと、ピーマンからの一言アドバイスでございます。そんなものは求めていないんでね。うちに村田は来なくて結構、結構と言っておきましょう。しゃ、魚食って急速1アップだ。よし、おみくじ引こう引こう引こう。何？おー、大吉。今年はちょっとみんな、いつも以上に、やばい年になるかもしれんぞ。先に言っておこう。なんだって？セベダ。うん、セベダね。じゃあ本屋さんになりなさい。えい。本当にか？プロ野球選手になる気ゼロか、お前。夢ねえなぁ。夢がない。夢と覇気がないわ。ねえ、性格はいいけど、ネガティブすぎるね、ちょっとうちのセベダは。もっと志高くね、生きていってほしいかなというのが。私ピーマンのアドバイスでございますが、スケジュール見直そうか。カモン。おー、練習試合申し込み来た。これ使っていかないとね。やっていこうやっていこう。試合をやらないと強くならないからね。よし、行こう行こう行こう。どこの高校と対決するか、同じくらいもしくはそれ以上の高校とね、弱いとこと対決しても得られるものっていうのはないですから。鬼北西高校、やだな。ここはまあ同じくらいのね。まあまあまあ、この2025年初めての試合になりますからね。まあ初戦は絶対に勝ちたいという意味を込めて同じくらいの相手でいいでしょう。格上にね、戦いを挑むのはちょっとバカらしいかなと。バカらしくはないけどバカらしいかなと思いますので、まず今季初の勝利を目指してね。何？何くれるの？おむすび2個。喧嘩売ってんのか、お前。そんな家にもあるわ。自宅にありますわ。お母さんめっちゃ作ってくれてるわ。いらねえんだよ。てめえのおむすびなんかいるか。何入ってんのかわかんねえや。陰毛とか入ってそうだな。具に。気持ち悪い。さて、今日の注目選手どれにする？おー、キャッチャー山田いいね。信頼度は低いが。じゃあ今日はちょっと信頼度の低い山田を使っていこうか。能力自体はあるけどね。キャッチャーの山田。さて、今日のベストオーダーだ。ベストオーダーを組んでいく前に、こんな感じで OK かな。1番バッター。このセベダ、パワー、いやでもパワーあるからな、もったいないな。ここ打順変えよう。よしよしよし、まあいいか、これでいいや、これでいいや。よっしゃ、行こう。みんな調子いいよ。2025年いいね、調子が。こんなハキハキしてるチームを見るのは初めてだよ。そのハキハキさをどこまで活かせるか。このハキハキさが全く無力なものにならないようね。はい、頼むよ。いきなり2点取られたような気がしたけど、気のせいかな。取られてるね。早すぎない？よっしゃ、君に求めるのは、ちょっと長打だな。いや、待て、ここはランナーを出すことだ。引っ張りでいこう。頼むよ。まあ、練習試合ですからね、早く見ていきましょうか。早送りでね。頼むよ、打ってくれよ。はい、ナイス、素晴らしい引っ張った打球だ。これを求めてるんですよ。まず、ランナーいない状況でのバッティング、これが重要になるからね。さて、ボコボコにされてるね、チームは。4点ですよ、4点。勝つ気ゼロで来てるんだね、みんな。ありがとう。
ピッチャー陣ひどすぎない？ねえ、抑える気ないよね。はい、この打球は高く上がったがレフトフライだ。いい打球は出てると思うけどね。勝つ気がない。ワンアウトランナー一塁三塁。お前何もほどピンチ招くね。抑える気ないのか。帰れや、お前みたいなやつ。ふざけんじゃねえっつってんだろ、お前。練習試合くらいまとも抑えろや。一回も抑えてねえんだからさ。肝心なとこで打たれすぎ。またフォアボール。バカじゃねえの、本当に。ノープレッシャーの中の登板だと思うんだけどね、俺は。打率1割台だぞ。こんなだったらも抑えられんようじゃ何もできんぞ。はい、内野ゴロの間に1点ですね。ありがとう。だからさ、三振だろ、ここで求めてるのは。ランナー満塁なんだよ。空気を読め、空気を抑えることに集中してくれ、頼むから。下手くそすぎてお前と野球できんよ、もう。面白くないわ。君と野球やっても楽しくない。君とスポーツというスポーツをやりたくない。ようやく抑えました。チームは5点ですね。ここからの逆転は不可能と言っておきましょうかね。うちはそんな力はないんで。被安打は2本しか打ってないしね、2本。ヒット2本ですよ。悲しすぎる数字だわ。いや、もう酷使していきますよ。てめえみたいなもんは肩壊せばいいんですよ。肩壊して日常生活まともに生きられなくしてやるからな。覚えておけよ。クソみたいな試合ばっかしやがって。ほんと怒りを覚えますよ、こんなゴミは。帰ればいいの。野球やめればいいの。なんで野球してるんだろう。別のスポーツ行け。ね、やれやれやれ。まあ、どれ行っても抑えられないけど、どれやっても打たれるけどね。こういうゴミがいるからチームが弱くなるんですよ。勝つ気がないからね。はい、帰れ帰れ。お前使いません。もう使いません。はい、今後は使いませんので、もう帰ってください。君みたいなもんはもう使いません。決定です。抑える気がないのなら帰れといつも言ってるはずだ。防御率 8.44。 帰れお前も。初球いきなり打たれんなよ。はい、この打初球いきなり打たれんなよ。2者連続同じコースに打たれてんじゃねえか。この打球は何なの、この人たち。やる気がないなら帰ってくれっていつも言ってるよね。何がしたいの。もういいもういい。プレイヤー操作したくないです。あ、もういいです。伝令すごく励ませ。もうプレイヤーは操作したくありません。もう早くこの場面をはしょってください。ストレスが溜まるだけです。はい、引っ張った打球。ゲッツー以外はありえない。ゲッツー以外はありえない。はい、ゲッツーが取れない。これですよ。守備能力の低いショートだ。投げるの遅すぎ。何あのワンテンポ。あの子なんでワンテンポ置くの。無駄な。そんな身体能力で野球をするな。頼むから抑えろ。はい、三振。素晴らしい。素晴らしくはないけどね。いきなり打たれてるから。さて、ワンアウトランナー一塁二塁のチャンスでやってきた。ここでセベダ。4番セベダですよ。ラッキーボーイ、ラッキーボーイ使っていこうか。チームは7対1、ボコボコだけどね、1点は入っている。引っ張りだ。もう長打を求める、ここで。シングルなんていらん。一発狙いでいこう。なんでミノさんなの？バカじゃねえの、お前って。バカだね、実にバカだよ、お前、不愉快なバカ。ありえないね、このチャンスでバットすら振らないって。論外でしょ、何を思ってボールだと思ったんだよ。はい、これが山田の実力ですよ、皆さん。ありがとう。もうセベダなんて偽物ですよ。性格いいだけじゃダメなんですよ。野球は性格だけではできないからね。ピッチャー変えるの早くない？セベダ変えるの早くない？山田、お前抑えれんのか？この打球は鋭いが、レフトフライ。ワンアウト。頼む、これ以上の失点だけは避けてくれ。戸田だ、打率2割、調子も絶不調。このバッターに打たれたらいよいよ終わりだな。なんでボール先行から入るの？ストライクでいけって。ほんで打たれるっていうね、情けない。ほんでエラーっていうね、ありがとう、ゴミ。ゴミの集まり、ゴミ部活。俺含めて全部ゴミ。面白くない？ゴミが今、野球してまーす。僕たちゴミ野球部でーす。予算使いまくってまーす。甲子園で優勝できないけど予算使いまくってまーす。ありがとう。ゴミでーす。うちゴミでーす。ひどいゴミでーす。ありがとうございます。もうネガティブになるわ、こんな。やる気がなくなる。あの、クソみたいなエラー見たらね。何あれ？やる気の問題だよね、完全に。いいから早く抑えろ。もうこんな試合終わっていいんだよ。もうそんな中途半端なところで三振取るんだったらチャンスで抑えろ。ピンチで抑えろよ。もういいて。何ぼほどチャンピンチで回ってくるんだ。もういいんだよ、ピンチで回さなくて。栄冠ナイン次回作もね、ありますからね。そうなったらもう野手で操作すると打者で操作する。あの、そういう分けてほしいな、オンオフできるように。ピッチャーむずすぎ。むずすぎというか、抑える気のないやつが多いから。もうプレイヤー関係ないよ。まとも抑えれないんだもん。取れよ、セカンド。取って。アイアウト危ない。ファインプレイだ。素晴らしい。あいつだけが本物だよ。あいつだけがね。さて行こう、キャッチャー山田。今日はホームラン打ってるね。もう君に求めるのはホームランだよ。それ以外はいらない。
頼む、打ってくれ。ミノさんだけはしないで。ありがとう。素晴らしい。今日2本のホームランを打ってるね。ありがとう。感謝の気持ちしかないよ。感謝の気持ちしかね。でも時すでにもう遅しだ。遅し遅し。はい、打て。打て。もうファーストストライクは振っていこう。どうせ試合は負けるんだ。勝てない、勝てない。勝てないからね。ほら。ほら。こういうことしちゃうんだもん。ほら、勝てないでしょ。勝てない、勝てない。最悪ゴロでしょ。最悪ね。はい、今日3三振のゴミセベダシャン、ありがとうございます。打つ気なしね。だから君みたいな人は来なくていいっていつも言ってるからね。なんで来るんだろう。なんで来ちゃうんだろう。もうだからなんなのこいつ。ミノさん、いや、なんかセベダっていう名前つけたらみんなミノさんするね。面白くないわ。実に不愉快だよ。お前もミノさんか。お前はミノさんなんだろ。あれ、うわ、ミノさん以上に立ち悪いやつ来たよ。ナイアフライ、ありえない。ポップマンだ、ポップ。はい、チーム8対5ですよ。練習試合、残念ながら敗北。いや、残念。いや、当たり前ですけどね。こんなチームで勝てっていう方が無理ですから。ゴミしかいないんだもん。セカンドだけだよ。セカンドとキャッチャー山田以外はゴミだね。ひどい。褒める部分がない。帰れ。クソみたいなエラーするわ。打たれるわ。何がいいんだよ。性格だけが取り柄とか興味ねえんだよ。本当に怒りを覚える。どっちも聞かねえよ。帰れ、占い師。来なくていいよ。俺は占いを信じないと何度も言っている。何度も言ってんの、何度も来るの、バカじゃないのねえ。何度も言ってるのを何度も来るな。ストーカーかな、うちのストーカーかな。世界一需要ないわ、そんなストーカー。帰れっつってんだろ。しつこく来るな。しつこいやつは嫌われる。あー、練習試合の方はもう終わりましたからね。アイコンの方はもう使いませんよ。もう試合はしない。もう次するのはもう甲子園、夏の甲子大会まで俺はもう試合は行いません。だって負けるんだもん。強くするしかないよ。試合をすれば強くなるけどね。中堅高校から下がるの嫌なんで、今の現状では絶対勝てないんでね。間違いない。わかる。雰囲気漂ってるもん。負けるオーラプンプンだもんね。本当に勝てない。シンカー系上達ボールか。残念ながらそんな球使っとるやつはうちのチームにはおらん。そこんとこ空気読んでほしいな。空気読めないね。実に読めないね。ありがとう。もっと OB 来てくれてもいいよ。もっとさ、11月すごかったじゃん。11月、12月すごかったじゃん。何？練習試合他校から、新居浜水産高校。いいだろ、受けてやるよ。あ、断っちゃった。間違った。断ると受けるなら絶対受けるを上にするよね。そこが面白いんだよな。絶対間違えるよ。本当にいいですかの選択肢もくれよ。ねえ、勢いで押しちゃうことってあるじゃん。はぁ、断っちゃったよ、相手の高校のあれを。あるじゃん、勢いで押すときっていうのさ。マジで？セベダがみんなを盛り上げる。試合で盛り上げてくれ。そういうことを今俺は君に求めてるんだよ。試合で盛り上げるんだ、セベダ。試合で君が打って盛り上げればみんな幸せになるだろう。でも君は一つもそういうことしないからね。する気配がないよ。さて、指示の方を出していこうと思いますが、まあほとんど変わってないよね。別に変化はないね。変化特になし。変化特になし。補給、ああ、補給はついてきたね。よしよしよし。じゃあ打撃能力を鍛えていこうか。いいね、これ。さっきファインプレイしたセカンド山田じゃないか。おそらくそうだと思うよ。多分ね。知らんけど。よし。2月突入だ。2月も頑張るで。セベダがさっきからね、みんなを盛り上げてくれるのはいいんだけど、だから試合で盛り上げてってずっと言ってるよね。それをしようとしねえんだもん、面白いよな。関係ないとこで盛り上げるやついるわ。いるいる、そういう調子乗るやつ。試合になると存在感なしっていうやつね。誰もみんな求めてない。何度も言っている。何度も求めてないって言っているんだよ。そんなんより試合で打ってくれてね、普段性格がゴミ、チームのね、輪を乱すようなやつが来てくれる方がまだいいよ。だってそんな時だけ調子に乗るの俺腹立つもん。試合と関係ないとこでね。さて、プロ野球 OB が来たね。カマ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 。あー、グラウンドの土レベル落ち着きでしょ。何？苦労話を永遠でもいいんだよ、そういうのは。なんぼほど余計なことばっか。ほんと OB 含めて余計なやつしかいねえわ。しゃ、もう交換券使いまくってやるわ。何？設置してやる？
おい、これも設置してある。アロマグッズも設置してある。ラットマシンは設置してある。ちょっと雪かきねえのか。これやっとこうか。2月は雪が降るからね。いやいや、本当にね、いかがなものかと思いますよ。プロ野球 OB が邪魔してくるっていうね。こういう OB いるわ。練習休めや。もう来なくていいよ。あと来なくていい。もう帰れ。そのまま帰れ。山田チョコもらった。おめでとう。よかったね。彼女ができた。あ、そうなんだ。うん。打たないのに彼女ができたんだ。どえらいドブスだろうね。そうだろ。それ以外はありえないよ。だって打たない。打つ彼女だったらわかるけどね。打たないやつに彼女ができた。もうそれドブスですよ。打たない同士仲良くやれ。打てない同士ね。人生送りバント組がやればいいんですよ。俺は人生でホームランを打ちたいからね。うん。だから多少無茶なこともやっていくけど。なんかめっちゃ強くなってる感じがしないんだけどね。この辺の時期は暇で仕方がない。さっさと試合はよこせ。2月も大会作ればいいのね。栄冠ナインオリジナル試合、冬の大会的なものをね。この辺暇いよ。何？フリー打撃を求めるんだ。山田。よし、強くなれ。山田。お前には期待をしている。期待に応えてくれ。俺は何度も裏切られてきた。何度もね。何度も裏切られてきたから君を信用しようと思うよ。よっしゃ、3マスで。あ、どうしよう、もうこれ、5マス進もうか。うわー、2月思った以上何もねえな。何なの、このマス、間。間が寂しい。あの間、おかしいでしょ。変な間がある。またグランドレベルが下がる。どんだけ下がるんだよ。何してんだ、さっきから。そんな下がることない。また勉強できるセーブだね。素晴らしいよ。お前はほんと監督をイライラさせる天才だね。さて、卒業式が見えてますね。今回の実況では、卒業式後までプレイしていきたいと思いますのでね。次回の実況で11年目の入学式。何が入ってくるかわかりません。強い選手が入ってくることを祈るのみですよ。おー、ベリジータの恩来た。これは、みんな、神がくれたチャンスだと思う。ここまでネガティブなニュース、ネガティブな実況続いてきましたが、11年目、神が来ると思いますけどね。間違いない。間違いない。最高の1年になるでしょう。練習試合申し込み来ましたね。じゃあ次回の実況で、入部してきたら、入学式を終えたらこれ使っていきたいと思います。次回の実況でね。新入部員が入ってきてせっかく使いましょうよ。試合に出すと能力も上がるからね。さて、悲しき卒業式を迎えていきましょう。うん。今日は卒業式です。3年生が卒業していきます。卒業式。卒業式が始まる。卒業生一同。2024年度。米山、伊予のナイスガイ。うん、ゴミみたいな成績、魚屋さんになって正解だね。石田くん、フリーター、あー残念。フリーター、まあ、君みたいなやつはフリーターになるだろうね。白浜くんは大学生。いいね、頑張れ。プロ野球に行けたんじゃないか。岸くん、プロ野球に行っても頑張るんだぞ。ありがとうと伝えたい。柳田、お前はすばかった。ありがとうと伝えたいよ。服部もよかったね。本当にありがとう。プロ野球に行っても頑張るんだ。新田くんもそう。素晴らしい成績を残してくれた。プロ野球選手になった人、プロ野球選手になれなかった。まあ、フリーター以外のやつはね、すべてに感謝したいと思います。フリーターと魚屋さん以外のやつはね、あいつらはもう来なくていい。来なくていい。来る必要性がない。あれ。お前らがいたから俺らは勝てなかったんだ。お前らがいなかったら俺らは勝ててた。米山に感謝来なくていい。はい、ピーマン高校から、4人の選手が行きましたね。この選手たちがどのような活躍をするのか期待しましょうよ。まあ、どうせすぐ戦力外通告になると思いますけどね。うん、間違いない。すぐ分かる。だって打たないんだもん。分かるよ。もしかしたらプロ野球で名を残す選手になるのかもしれませんけどな。はい、てなわけで今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。次回の実況ではね、11年目の入学式をプレイしていきます。果たして強い選手は入ってくるのか、そこに注目してもらいたいね。じゃあ次回また会いましょう。グッバイ。